まあ、ショックアブソーバー、二つあります。ダメショップと、いいし、あ、ダメなショックと、いいショック、見極め方法、今から教えます。まずですね、これをね、縮めるんですよ。縮めますね。今縮めてます。片手じゃちょっといかんすね。はい、縮めましたね。はい、縮めました。蓋取った状態はこちらですね。で、こちらの方も一回縮めます。まあ、こうやってね、縮めますね。ぐっと。はい、縮めました。で、並べると、見てください、これ。伸びてるの分かります？さあ、ニョロニョロと、はい。ここ伸びていくんですよ。要は、戻る力ですね。まだ動いてますね。じわりじわり動いてます。じわりじわりと、動いております。はい、こんな感じで、左側がダメショック、右側がまともなショックですね。戻りません。はい、皆さんもこれやってみましょう。